いいかな。久保さん、聞こえますか？映ってますか？はい、聞こえます。映ってます。はい。どうもこんばんは、皆さん。お疲れ様でございます。速稼塾の久保です。いつも隠居 TV をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、新春スペシャルということで、ズーム対談、こちらの方をスタートしていきたいんですけども、まあね、今日はね、生活保護から億万長者を目指すというね、まあそんな、とてつもない、野望を持ったゲストをお迎えしております。そしてね、もうすでに稼ぎ始めているということなんですよ。で、まあ私の方としましてはね、今までたくさんの方を、まあ、いわゆる稼ぎの世界に放り込んできたという言い方になりますけども、もちろん生活保護の方もね、十分稼いでいただいております。特に3年前、2年前あたりなんですけども、生活保護の方を中心に集中的に稼がした時期があって、まあ大体毎月10万とか20万っていうのが一番多かったかなと思います。大体スタートして3ヶ月目ぐらいから結果が出始めて、半年ぐらいにはね、10万を超えるような稼ぎを出したよってことをお話ししたと思います。で、当然ですけども、生活保護の方が全員取り組んで全員稼げたってことではありません。これは生活保護に限らずなんですけども、何か目標を持ってね、スタートした。それは横一線で始まるんですけども、なぜかね、諦める人は出てくるんですよ。で、一時的な諦めならいいんですけども、いまだにうんともすんとも言ってない方もいるんでね、まあ、いわゆる消える状態ってことになってくるんですけども、まあ、そういう方のためにもね、私はもう毎日ライブ放送して、ズームの対談をして、もう10年になります。ですんでね、そろそろやり直そうかなと思った方がいらっしゃいましたら、いつでも戻ってきてください。私はこれからも10年、20年先でも毎日ライブ放送しております。ということでね、私の紹介をさせていただくと、10年前にネット起業して、いきなりね、まあ、1億円というのを突破して、以来、ずっとこの形で暮らしております。YouTube を中心に情報発信をしながら、まあ、自分でもね、お金を稼ぐような情報を扱って稼いではいるんですけども、まあ、そういった情報をもとに皆さんにも稼いでいただくと、さらにはね、コンテンツ販売という、それぞれの特徴に合った商品を作って、それをもとに一気に生活を変えていただこうということですね。で、今日はね、この私がね、この2ヶ月ほど前だったかな、この速稼塾に参加していただいて、で、その前からずっと、やりとりがあった方だったんでね、もう私がね、非常に応援してる、まあそんなね、方ですんで、皆さんにもお見知りおきをということでございます。それでは、シナンさんの方に声をかけたいと思いますけども、シナンさん、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よく見えますか？あ、見えます。声も聞こえてます？ははい。い。今日はもう早速、たくさんの方が来てくださってると思いますけども、緊張しますね。はい。はい。それではね、品田さんに簡単に自己紹介をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい。で、いきなりで申し訳ないんですが、自己紹介の前にですね、今日の対談の、スケジュール、タイムスケジュールを、急遽ちょっと後半部分、一部、カットしていただいて、あまり今日お集まりの皆さんには告知されてないようなんですが、本日の対談のメインテーマは、死んでも死にきれないっていうテーマです。私はそのように台本いただいてたんですけども、そのテーマに沿ってですね、この対談の、後半15分から20分ぐらい、政治のことについて久保先生とお話をさせていただいて、今日の対談を終わらせていただきたいんですけども、いかがでしょうか。構いませんよ。私はどんな形でも。まあもちよろろんしね、いですか。私台本書きますはい。けど、私が台本書かないのが一番いいんであ、はい。ね。ありがとうございます。はい。でそれは、では自己まあ、紹介。はい、自己紹介からお願いします。はい。私、品田直彦と申します。年齢、現在52歳、独身です。せっかく大学を卒業したんですが、学生時代に、大学病院で2年間ほど、
アルバイトをした経験からですね、いろいろな社会の裏側の汚さとか、ドロドロした人間関係を見てしまって、社会に出る意欲がなくなってですね、せっかく大学出てもですね、就職しませんでした。そして、半年間のニートを経て、中卒の方でも入れる、ある会社に入社しまして、そこで4年間一応勤め上げまして、で、事情があってその会社は辞めて、26歳から、36歳の間までは約10年間、日雇いの派遣労働で、きつい仕事を転々としてまして、その際に、当時、うつ病で、病院に通っていたんですが、病院の先生から、ちょっとあなたはもう精神的に限界なんで、今すぐ生活保護を受けて、実家から出なさいと言われまして、36歳から約2006年ぐらいから生活保護の受給が始まりまして、それから現在の52歳まで、約16年間、生活保護を受給し続けてきました。で、先ほども言ったように、うつ病の治療歴は約20年。で、最近は不安神経症を患って、障害者手帳は、等級が2級をいただいています。で、昨年、いろいろありまして、YouTuber デビューをさせていただいて、今日に至ります。以上です。はい、よろしいですかね、そんなもんで。はい、はい。はい。じゃあね、シナさんもいろんなご経験があって、ここまで来てると思いますけども、はい。私、久保哲郎、もしくはね、速稼塾の出会いとかきっかけ、その時期について覚えてることがあったら教えてください。はい。無職でも、クレジットカードを作れる裏技があるということを、ちょっとネットで情報を仕入れまして、YouTube をぼーっと見ていましたら、現在、鹿児島でネットビジネスの塾を経営されている吉谷拓郎さんの動画に、たまたま当たりまして、その動画を見て、そのつながりで、久保先生の存在を知りました。それ以来約3年間、吉谷先生と久保先生には、ネットビジネスのことや、個人的な悩み、病気のことをずっと無料で3年間も相談に乗っていただいております。このご恩は一生かけてお返ししていくつもりであります。以上です。ありがとうございます。じゃあ3年ほど前にご縁があって今に至るということだったんですけども、はい。インターネットでね、YouTube を通じてこんな人がいるんだよっていうふうに、なんか誰かに話したことあります？はい。身内には話しましたが、非常にですね、怪訝な顔をされてですね、ネットビジネスなんか怪しい、情報商材は信じるな、お前は騙されている、洗脳されていると言われ続け、今日まで至っております。よくわかります。結局、騙されちゃいました。いえ？ はい。そこでね、はい。私なりの考えなんですけども、私はは、い。シナさんと同じ年代を過ごして、小学生、中学生、いわゆる10代の頃にね、進学をして、受験勉強に勝ち残って、いい大学行って、いい会社に入ったら、いい人生、いい老後が送れるって聞いてたんですよ。そうですね。で、その通りにやりましたけど、騙されました。ああ、はい。むちゃ詐欺られました。はい。でも、誰も責任取りません。ですね。だからそれに比べるとね、ネットビジネスで30万、50万、詐欺られましたっていうのは、可愛いもんだなと思いますね。あ、そうですね。はい。いや、私、人生の半分が無駄になりましたからね。はい。で、この怒りをぶつける場所がないんで、しょうがないから個はい。人的に金持ちになることにしたっていうことが、10年前の大きなきっかけ、動機だったんですあ、そうですか。はい。よ。うん。だから世の中は、やっぱり今、どんどん不況に向かって、それが止まらないんですけども、はい。その大きな流れは変えられないけども、個人的に自分だけは金持ちになることできるんじゃないかな、っていうことで、
ビジネス始めてみたり、はい。FX 投資に手を出してみたり、どうせはい。もうね、終わった人生だと思ったんですよ、私。はい。ね、ほっといても、ゼロかマイナス。だったら、はい。一発うん。勝負して、嘘かもしれないけども、今まで怪しいなと思ったことに飛び込んだら、それはね、はい。結構ね、素敵な世界だったなと。で、その情報発信っていうのも、はい。時にはね、早とちりとか、勘違いとか、間違いを発信しちゃうこともあるんですよ、私もね。はい。でも根底にあるのは、誰かを騙してやろうとか、引っ掛はい。けてやろうってもんじゃなくて、なるべく人が得する、豊かになる問題解決ができる方法はないかなと思いながら、模索して発信してるんですよね。はい。で、そういった私の動機によって結びつけられる人がいるとしたら、多分同じ方向を向いていけるんじゃないかなと思ってるんです。で、実際に仮にね、100円はい。でも500円でも1000円でも、はい。会社に言われたわけでもない、自分で決めて自分で集客して自分の商品が売れたっていう経験は、学校はい。でも、家族でも、どんなに仲がいい人でも教えてくれなかったんじゃないかなと思そうですね。うんですよ。うん。で、私は多分それが、まあ、いわゆるね、教えるって言ったら偉そうなんですけども、お伝えすることができるところに来たんじゃないかなと思うんで、自はい。ら商品を作ったり、誰かに、その商品やサービスを提供して、で、銭金抜きでね、損得抜きはい。で、徹底的にサポートするっていう人はなかなかいないと思うんで、そんな人は本当にいるの？みたいな感じで見られちゃうのは確かにしょうがないなと思うんですよね。そうですね。私もね、結局こういう暮らしをもう10年もしていて、私の両親はまだ健在なんですけども、お前何はい。で食ってんの？早く就職しろよって未だに言われますよ。今日も言われましたよ。あ、そうですか。そうです。毎月私両親に小遣いやったりとか、豊かさをはい。見せてるんですよ。しかも、はい。時間がいつでも、もう、ね、フリーであるってこともね。だから余計はい。怪しいんでしょうね。お前何をやってるの？ああ。YouTube で喋ってます。それ以外の仕事は特にやってませんっていうだけなんですけども、どこでどうやってお金が入るんだとかね。まあ、やっぱり怪しいんですよ。怪しいのはなぜかっていうと、仕組みがわからないからなんで、ああ。はい。シンプルに言って、集客して、商品作って、その商品を紹介して、販売をする。これをずっと繰り返しはい。てるだけなんですよ。これを吉谷さんも同じです。はい。で、品田さんもそういうことを今してるってことなんで、YouTube をされはい。てると思うんですけども、品田さんのはい。存在が知られれば知られるほど、はい。商品がたくさん売れて、はい。そして品田さんに幸運が集まってくるってことになると思いますんでね、頑張っていっはい。わていただきたいと思います。かりました。はい。そこでですね、今日はね、ちょっとね、面白い質問を用意してきたんですよね。今日1月9日じゃないですか。ね、お財布の中にたくさんお金があればいいんですけども、あんまりないのは今日集まってる人も同じだと思うんですけども、仮にね、1月10日、明日の朝に1000万円振り込まれてきますよっていうふうに声が聞こえてね、本当にそうなったら、明日の朝、銀行の ATM 行ったら1000万円入ってるってことになります。それを想像していただいて、いきなり明日、1000万円が入ってましたって言ったら、どうします？何に使います？1000万ですか？明日。はいきい。なりですか？いきなり。もう自由に使っていいんですよ。自由に。自由に使っていい。使い切っていいんですね。もちろん明日中に使い切ってもいいし、10日間にわたって使ってもいいし、今年1年で使ってもいいんですけども、これはもうすぐ買いたいよねとかっていうのはあると思うんですけど、どうでしょうか。そうしましたら、うん。後で言おうとしてたことなんですけども、最近、タマホームの住宅展示場の方に、クオカード2万円分狙いに行ってですね、で、行ってきまして、で、現地の営業マンにですね、私が家を買う気もないのに、クオカードだけもらいに来たってことがバレまして、めっちゃ、お前何しに来たんだっていうことで、ずっと詰められました。ただ、実はそのタマホームに行くにあたってですね、母親にちらっとですね、
クオカード目的でちょっとタマホームに見に行ってくるって言ったらですね、真顔でですね、私とあと弟がいるんですが、お前か弟がもし2、3000万お金あったら、タマホームの家を買ってほしかったって言われたんですよ。で、今、実家の家はもう、築40年か50年経ってまして、もう雨が降ると雨漏りするんですね。だからもう限界なんですよ。ただ、母親はもう80歳で、あと何年生きられるか分かんないんですけども、それでも、子供に金があったら家を建ててほしいって言われまして、という関係から、もし1000万明日振り込まれるんだったら、それを頭金全部突っ込んでですね、タマホームのローン組みます。素晴らしい。はい。素晴らしいですね。いや、やっぱりね、品田さん、私もそはい。れ同じ気持ちなんですよ、実は。はい。自分の気持ちとは別に、親の気持ちに応えたいっていう気持ち、特にね、まあ男の子は、母はい。親の気持ちに応えたいっていう思いを持ちながら人生過ごしてると思うんですよね。で、私は、家を自分で持ち家でとして持つことがね、多分母はい。親に対する安心と何かしらの、この親孝行や恩返しになるんじゃないかなと思っていたんです。そうですね。でも40まで私は、この家を買うどころか、住宅ローンと同じぐらいの借金を抱えてしまってね、3000万以上の。あ、そうでしたよね。だからこれはね、一生かけて返せるかもしれはないけども、家は手に入んないよねっていうふうに、その時まで思っていたんですよ。い。はい。ですので、母親に合わせる顔がなかったんで、たまに電話がかかってきても、出なかったり、忙しいからって切ってまともに話もしなかったですし、当然、もう里帰りも20代の頃から全く10年以上してなかったんです。まあ、いわゆるね、故郷にもう、どの面下げて帰るんだっていう気持ちで、自分の両親はもうね、一生会わないもんだと思って、寂しいことながら、自分の中でね、決めていたことがあったんですよ。でも、40を過ぎて、まあ、ネットビジネスで出会って、もしかしたらこれいけるかもしれないと思ったときに、品田さんと同じように、俺、稼いで一戸建てに住むところを、両親が生きてる間に見せれるなと思ったんですよね。そこから本気で、俺、家庭持とうかなと思って、出会った今の奥さんとね、45で結婚しまして、同時に家を持って、そしてまあ今に至るわけなんですけども、まあ私の経験がそのまんまね、品田さんやその他に当てはまるかっていうと、それはわからないんですけども、一つの希望として欲しいと思ったものって、それが手に入る直前だっていうふうに考えてほしいかなと思います。ですんで、今ね、非常に私も共感したというか感動したところがありますけども、まあ家を、なんかね、タマホームの家の頭金を入れようかなっていうのにもう決まってるってことがね、ものすごくいいなと思いましたね。なんかそういうとこ、感動して 目頭が熱くなるような感じでした。素晴らしい話を聞かせてもらいましたね。で、今日ね、お集まりの皆さんや YouTube でご覧の皆様にも、1000万円あったら何するかってことがポンと出るってことは、もうそれはね、1000万とか2000万に向かってることだと思うんですよ。仮にお金が手に入っても何に使おうかなっていうふうな欲望の弱さっていうのは、結局稼ぐ原動力の弱さにつながると私は思いますんで、あれに使いたい、これに使いたいっていうふうに考えてることって、別に明日になったら変更でもいいんで、今日聞かれて1000万あったらどうするって言ったら、これとかこれとかこれとかっていうふうにいっぱい出てきてほしいなと。まあ、一個でもいいんですけども、トーンと出てきてほしいなっていうところが今日ね、品田さんから聞けて、これはもっともっとね、応援していかないといけないなっていう気持ちを新たにしましたね。はい、ありがとうございます。で、品田さんで、速稼塾に入ったり、YouTube を始めて、まあ当然ですけども、この1000万円明日ね、ポーンと振り込まれることっていうのは、まあ今、設問を出しましたけども、ないわけじゃないですか。
そうなると、やっぱり自分である程度何かをしていかなくちゃいけないときに、目標っていうのをね、おぼろげながら立てることになると思うんですよ。まあ、可能な限りでいいんですけども、例えばね、10年後どうなりたいってものがあるとか、5年後はこんな自分になっておきたいなとか、3年後はどうか、今年の大晦日までに、だから1年でどういうふうになりたいかなっていうのは、なんか、おぼろげながらにでもね、何か心の中にありましたら、ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、いかがでしょうか。実は今日、本当はですね、ちょっと今日の対談はお断りせざるを得ないかなという精神状態に陥ってしまったんですけども、なんとかいろんな方々からのお支えによって、もう今日出てるんですが、何がそんなに精神が病んでしまったかというと、億万長者っていうのを私目指してるんですが、一般的に億万長者って言った場合ですね、その定義なんですけども、私の定義は、億万長者の人は自分の銀行口座に1億円の貯金がある人だと思っていたんですけども、まあ別の、常識というか感覚では、億万長者って言ったら1億円の売り上げ、1億円の稼ぎが達成した人と、そう定義する方もいるんですけども、ちょっと、そこがですね、ちょっと私、計算が間違ってまして、実は、私が60歳還暦迎えるまでに、自分の銀行口座に1億円の貯金を、貯めるってことを決めてるんですね。ただ、よく計算したんですけども、1億円の貯金を貯めるには、まあ、ざっと言って、倍の2億以上の稼ぎが必要なんですね。で、そこで、いろいろ逆算して計算しますと、私が8年後の60歳になるまで、2億以上の稼ぎを上げるためには、ざっと、今月から毎月200万の売り上げを8年間上げ続けなきゃいけないんですよ。そのことに最近気づきまして、あ、これは無理だと思いました。月収100万なら、なんとかいけそうなんですけども、私の目標は、最低でも毎月200万ずつの稼ぎを8年間上げ続けなきゃいけないんですね。これはちょっと一般的に言って無理です。そこで私は、自分の夢が、よく計算したらですね、ちょっと無理だなと思ってしまいまして、ちょっとうつ病が一気に悪化してですね、ちょっと精神的におかしくなりました。ただ、そんな私を、いろんな方が、応援してくださって、久保さんのご親友の、ネットビジネスの世界で億万長者になっている、小野寺はじめさんっていう、小野里はじめさんが、私の、YouTube 動画を見つけてくださって、私のために、懇切丁寧にですね、生活保護の人でも、多くいけるぞと、こういうやり方で稼げという動画を出してくださって何度も、その動画で励まされてですね、ほ、あの、こ、あの、本日、ここに来ております。ですので、励まされて今日ここ来てるんですけど、当時私が、なんか、ちょっと勘違いしてまして、億万長者っていう定義を。ちょっと今の時点では、これは無理だなと思ってます。ですから、私今、頭が真っ白です。以上です。そうですか、わかりました。ありがとうございます。まあ、億万長者というね、
いわゆる世の中の概念にあまり振り回されなくてもいいのかなと思います。あ、そうですか。というのがね、私の友人で何人か億万長者がいるんですけども、はい。破産してお金がないんですよ。え？でも億万長者なんです。で、彼どらういうこが、とですか？彼らがね、冗談めかしていうのは、俺は金持ちだ。億万長者だ。たまたま今日金がないだけだって言ってるんですよ。ちょっとその理屈は分かんないんですが。つまりね、金持ちの人生を歩む人でも、金がなかったり、借金にまみれたり、身動きが取れなかったり、それこそ病気や倒産に悩まされて動けない時期っていうのが、人生のどっかに何箇所かあるんですよ。その瞬間を捉えて、ああ、無理だとは言わないんですよね。で、億万長者って言っても、マイナスになる時はあるんですよ。ほう。でも、人生をおしなべて見てみると、億万長者なんですよ。そうですね。例えばね、まあ、品田さんが小学生の時から空手をやってるとしますよね。ずっと空手をやっていて、いろんな大会に出たり、いろんな舞台で演舞をしたりとか、多くの人の目に触れました。誰から見ても空手家なんですよ。で、ある時怪我で引退しました。他の人からどう見えるでしょうか。ずっと空手家に見えるんですよ。あの人は引退したけども、空手ずっとやってる人だよね。引退しても、でも、ずっと、評価は空手をやってる人なんですよ。だからね、結局は、瞬間瞬間はそうじゃないかもしれないんですけども、億万長者も同じなんですけどもね、お金がない億万長者っていう風な変なキーワードがね、私のこうやって人生を歩いてると結構聞かれるんですよ。ああ、もうダメだ、万歳、もう俺は金がなくなると終わりって誰もなんないんですよ。大きくマイナスになって、行きしがれて人が離れた時でも、もう一発当ててやるからな、みたいな感じでいつも思ってるんですよね。で、そのまんま復活しない人もいます。でも最後までトライをやめないんですよ。つまり諦めてないし、俺には無理だって一回も思わないんですよね。あ、そうですか。結果無理でも自分から根を上げてないんですよ。へえ。その気持ちが私は非常に大事だし、金持ちになる原動力、それたった一つじゃないかなと思うんですね。これね、実はね、私も同じように思っていて、そこまで明確に思ってたわけじゃないんですけども、どっかで俺の人生、帳尻で合うだろうと思いながら借金を重ねて、止まらない借金が3000万を超えたんですよ。ですよね、そういうふうなね、ある意味無鉄砲なんだけども、でも俺は負けないぜっていう気持ちが、いつまでもあったかなっていうところがあります。で、実際に、借金をね、お金の話ばかりで恐縮なんですけども、借金を200万とか300万買えたときは、毎日生きるのが怖かったですね。ああ、ですよね、私は病院に行く習慣がなかったんですけども、行けば必ず重度のうつ病っていうふうに診断されると思います。ああ、そうだったんですね。でも診断を受けなかったんで、その自覚もないし、他者からもそういうふうなね、評価はなかったです。つまり、私の場合は多分、そこで丁寧に診断を受けて、あなたちょっとうつ病だから危ないよって言われたら、あ、俺うつ病なんだ終わりだと思ったかもしれないんで抵抗したんですよ。俺の人生どっかで調子が合うぜと。今は今日は元気がないだけだし、財布に金がないだけだけども、でも、5年後、10年後、20年後は俺も絶対に思った通りの人生生きてやるからな。まあそういうふうに空元気はあったかなというところですね。で、一体何が言いたいかってことなんですけども、野田さんもサラリーマンを過ごしてきてリストラされて、つまり、仕事が全然ない状態とかね。で、会社っていう組織からも放り出された状態で、本当に孤独な人生を歩んでいたと思うんですよ。そうですね、でも、一人から、どんな大事業も一人から始めるんですよね。で、小野里さんはたまたま行ったランチ会でカメラ転売っていうのを知って、カメラに興味があるわけでも何でもなかったんですけども、金になるんだったら何でもやるぜみたいな感じで突っ込んでいったんですよね。
だから私もね、別にね、YouTuber としてデビューして楽しいなーっていうところもありますけども、はい。動機ってのは、今までの人生を覆して、とりあえず金持ちになることによって、人に金持ちになる方法を教えてあげれるなっていうふうな、ちょっと偉そうなね、考えなんですけども、そういったところに希望を見出したかなっていうのと、はい。このまんまどうせほっといても俺の人生、二束三文で終わってしまうんだったら、もう一か八か、はい、怪しいことやってみるかっていうようなね。ああ、はい。ギャンブルチックな思いもあったんですよね。はい。まあそれがなんか功を奏したっていうところもあって、人生を好転させたんですけども、まあ、はい、思っていたのは、このまま終わるもんかってところだったんですよね。はい。で、それで先ほど品田さんの計算式で、毎月200万っていうふうに言われましたけども、はい。最初は月収1000円でもいいんですよ。あ、そうですか。商売に慣れていって単価を上げていくと、はい、1000円しか売る力がなかったものが、1万円のものが売れるようになって、はい、50万のものが売れるようになって、1000はい、万円のものが売れるようになるんですよ。ほう、ビジネスの経験と人脈を増やしていくと、はい、今年1年過ごすよりも、3年後の方が集客力も上がってるし、販売する商品の単価の力も上がってるっていうふうに考えると、インターネットビジネスって二次曲線なんですよ、力のつけ方。ああ、二次曲線、はい。だから、最初は全然ほとんどね、変わらないような動きなんですけども、ある時ブレイクするんですよ。ああ、はい。そこまで耐えれないんです、ほとんどの人が。ああ。で、月収1万、2万、3万、5万っていうのに、これダメだと思って辞めて、サラリーマンやっちゃったりとか、バイトに行っちゃうんですよ。はい、まあ、普通そうなりますよね。で、私の場合はたまたま最初からブレイクしたんです。ああ、はい、はい。最初からです。1万9800円の自己アフィリエイトを教えるセミナーっていうのをやったんですよね。あ、そうでしたよね。はい。それは1人に対してもマンツーマンでも1万9800円だし、5人、はい、9人同時に教える時でも1人当たり1万9800円だったんで、何人相手でもできたんですよね。はい。ただ、それの商品を1年間やったんですよ。そうすると、初月から80万上がって、以来、10万を切ったことがもう今までないんですよ。あ、そうでしたよね、はい。で、それはなんでね、いきなり私の自己アフィリエイトセミナーを参加して聞いてくださる方がいたかっていうと、それまで私は赤字ながらも店をやってたんで、つながりはお客さんと、それから事業者とあったわけなんですよ。はい。その人たちが、おいおい、なんか久保が怪しいことやりだしたぞ。何ネオヒルズちょっとからかいに行ってやるかみたいな感じで来てくれて、お、自己アフィリエイトなんてこんなことだったのか知らなかったみたいな感じで、みんなびっくりして感動したんですよね。はい、なるほど、はい。で、当時は、その自己アフィリエイトというものが、ものすごく珍しくって、まあ今でもね、ご存じない方多いと思いますけども、最近ではだからタマホームとか、はい、モデルハウス、モデルルームの件っていうのも私お話しすることになってますけども、ほとんどの人は知らないんで、はい、こんな方法があるのっていうふうにびっくりしてるわけですよ。はい。だからその時その時で、これ知らなかったよねっていうふうに多くの人に響くものっていうのが必ず生まれてるんですよね。はい。で、そういったのを使っていくことによって、例えば扱える商品の単価とか情報のスキルっていうのが上がっていくってことを考えたら、今年できないから10年後もできないって考える必要はないかなと思うんですよね。ああ、はい。確かに品田さんは今月100万の売り上げを立ててくださいって言っても、はい、いや、ちょっと難しいっすよってなると思うんですよ。はい。それはその通りです。でも、はい、このままビジネスをやって YouTube を育てていくと、3年後には100万円の商品がポンポン売れるようになるんですよ。はい、で、そのイメージを持つことも大事だし、私たちもそのようにやってきて、指導もそうしてます。はい、いきなりは無理です。はい、3年前に、生活保護の方に、まず稼いでいきましょうって言って、はい、お弁当をね、娘さんに作っていた、40代の主婦の話をしたことがあるんですけど、母子家庭で。はい。その方は生活保護で娘さんを中学に行かしていて、まあ、奥さん何かできることないんですかっていろいろ聞いたらね、まあ、こんな乱暴な聞き方しなかったんですけども、はい、丁寧に会話を重ねる中で、はい、いや、私はね、小学校の頃から娘にお弁当作るぐらいしかやったことがないんですって言ったら、それですよっつってね。で、お弁当を、娘さん以外の方に500円なり1000円で作ったらどうですか、はい、お弁当ってみんな持ってくでしょ買うでしょって言ったら、そうですか、でもどうやって誰に売ればいいんですかって言うから、奥さん、近所の方と関わりを持ってご挨拶をするところから始めていくんですよって言って、はい、近所の方と今まで口も聞いたことがなかったのに、はい、おはようございますってところから始めたんです。
で、つながりできていったら、近所の方がね、あ、娘さんいらっしゃるんですね、行ってらっしゃいみたいな感じで、娘さん、声と関係が続いてきてね。で、私、娘にお弁当作ってるんですみたいな話をしたりとかっていうので、膨らんできて、私、お弁当作るビジネスもやってるんですっていうふうに、一個も売ったことがないのに、言わしてみたんですよ。そしたら、うちもちょっとお願いしようかしらって方がちょろちょろ出てきて、最初はたった2個のお弁当が500円で2個売れただけだったんですよ。最初の月収1000円です。で、お弁当の仕入れ代金もありますから、利益ってほとんどなかったって言ってますけども、お父さん大変ですって言って飛び込んできたんですよ。お弁当が売れました、2個売れましたでしょ？お弁当が1回売れたら次の日もオーダー来ますよって言ったら、それからずっとなんですよ。だから最初に2個売れて1000円でした。で、次の月に聞いてみたら、だいたい週に4回から5回、その方と同じ方が頼んできて、1日に1000円の売り上げが1週間で5000円になったって言うんですよ。1ヶ月で2万なんですよ、これで。ね。そしたら今度は、お弁当1日ずつじゃなくて、材料のこともあるから、1週間単位でちょっとこうね、注文してくれたらありがたいわ、みたいな話になっていって、あ、どうせ頼むからお願いねっていう形で、1ヶ月単位でオーダーするようになったらしいんですよ。そしたらね、今度お弁当も熱が入るわけですよ。娘さんに作っていた今までのね、いろんな形のお弁当を、今度は娘さんじゃない方に作り始めて、それが同じ方法でどんどん輪を広げていって、しまいにはゴールデンウィークとかにオードブルまで作るようになって、売り上げ15万とか20万になったわけですよね。最終的に20万まで、3ヶ月ぐらいでなりましたね、その方は。すごいっすね、それを私も毎朝ライブ放送で、今日はこうでした、ああでしたっていうふうに、ずっとレポートしながら進めていったんですよ。私もすごくね、面白かったですね。ああ、生活保護の方が、お弁当しか作れないけども、でもお弁当が作れる方が、これほど周りの人にね、お弁当が欲しいっていうニーズに応えて、しかも500円の弁当ってむちゃくちゃな金額じゃないじゃないですか。コンビニよりも安いくらいですね。うん。それで、いわゆる稼ぎが作れたってことなんですよ。すごくいい私も話だなと思ったのと、あとはね、空手教室の件、これまで話すとちょっと長くなっちゃうんで、結局最初の売り上げって本当にね、500円とか1000円なんですよ。でも最初はそれでも積み重ねていくと、同じ商品が欲しいって方が横に広がっていって、気がついた時には10万という桁に届いてますよねって話ですね。まあ、お弁当の件は100万円の売り上げってのはちょっと無理です。一人で作る限界があるんで。ですんで、その方のちょうどいい所得と、ちょうどいい作業量に落ち着いたってことではあったんですけどね。まあ、ですんでね、シナンさんもね、ああ、これは無理だなって思っちゃうんですけども、もしかしたらできるかもっていうふうに、ちょっと心の余裕をね、残しておいていただければ、ビジネスは前に進められるのかなと思います。それからね、シナンさんはね、非常にラッキーだなっていうことと、これは、このラッキーは品田さんが行動したことによって広がったなっていうのが、吉谷さんでしょ？まあ、僭越ながら私でしょ？小野田さんでしょ？こんな夫人に囲まれて金持ちにならないわけないですそうですか、よ。こんなラッキーな、フォーメーションはないですから。でも、そう思わなければ、あ、ただなんか言ってる人が、無料で教えてくれるのは終わりになっちゃうんですよ。だからね、小野崎さんだってね、吉谷さんだって、もちろん私もそうですけども、自分に対してコンサルフィーが入ってるから教える。ただの人には教えない。そんなレベルの小さい話はしてないです。聞かれたら何でも全力です。この人が浮かそうび上がるんだったらって言ってね。で、それは自分自身を鍛えるためでもあるんで、今日放送を見てくださってる方もね、まあ何か、まあ私はともかく、小野崎さんとか吉谷さんに打ち上げたいことがあったら遠慮なく連絡していただければね、その、まあご質問や問い合わせに答えないってこともないですし、お金をもらえないんだったらもう答えませんよっていう人は誰もいないです。誰もいないでしょ？ 俺全然金払ってないのにここまでやってくれるのみたいなことの連続で3年間過ごしてきたと思うんですよ。だからもうすでにね、仲間なんですよ。品田さんも。億万長者グループの仲間。だから、品田さんも億万長者。たまたま今日お金がないかもしれないけども、品田さんは億万長者の仲間です。なんとなくわかりました。まあ、なかなかそう思い切れないんですけどね。
わかります、わかります。うん、そうなんですよ。でも、私からね、シナさんに言えるのは、あなたには無理ですよってことは全然思ってないってことです。すべての人に道を開くのが私たちの役目だと思ってます。それは私たちも、やっぱり前の世代の方にね、道を開いてもらいましたからね。何をやってもダメだった私なり、吉谷さんなり、小野里さんが、このインターネットをビジネスにすることによって、その世界だけはね、私たちを迎えてくれたんですよね。ありがたいことだと思いますよ。その同じ道を、品田さんも今、歩き始めてますから、もう、希望を大きく持っていいんじゃないかなと思います。今はね、おぼろげながらしか見えないものでも、くっきりしてますから。うん、はい。まあ、あまり私が一人で話してもね、申し訳ないんですけども。ちなみにちょっとね、私、品田さんの動画をクリックして再生してないものがいくつかある中で、サムネイルでね、なんか何か売れたみたいなサムネイルがあったんですけども、なんかその話聞きます？全く売れないと思いながら、今日の対談のために実績を作らなければなと思って、やけくそでですね、今の私の武器である、現役生活保護受給者16年間の武器を唯一使ってですね、その生活保護関連の動画コンテンツを、3つ作りました。すごい。絶対売れないと思って作って、試しに売ってみたら、奇跡的に、親しい方だったんですけど、ぜひ買いたいっていうことで、動画が売れまして、で、1名で十分だなと思ったら、今度また違った親しい方から、ぜひ動画を買いたいと。で、しかも頼んでもいないかったんですけど、なんか私が昔、ちょっといろいろとアドバイスをその方にしたことがあったみたいで、で、それがすごく、恩義に感じていただいて、なんで、後払いのコンサル料ってことで、コンサル料もいただきました。すごい。ということで、売れないと思って作った商品なんですけど、奇跡的に2名の方に購入いただきました。すごいじゃないですか。ということは、品田さんね、売れないと思って商品出したら売れるってことは、自信がないけど結果が出たってことじゃないですか、これ。そうですね。ちょっと奇跡なんですが。実はね、自信のあるなしと結果はあんまり関係ないよって私ね、ネットビジネスをスタートしたときに、土屋博さんに教わったことがあるんですよ。それまではね、私が聞いたのは、自信を持たないと、誰がね、売る人の自信を持ってないものを買ってくれるの、信用してくれるのっていうこととか、根拠のない自信を持てよとかっていうふうな言葉を聞いたことあるんですよ。とにかく自信が売れるためのキーワードかなと思ったんですけども、自信がなくてもね、売れるんですよね。売れた後に自信がついてくるんですよ。あ、売れるじゃん、これ。っていう。確かにそうですね。でも、もしかしたらこの放送を見てくださってる方の中にも、生活保護じゃないし、毎日職場に行って仕事をして、もうね、10年、20年俺は仕事の現場で働いてるよっていう人でも、自分の商品、500円でも1000円でも売ったことありますって言ったら、いや、ちょっとないですねってなる方の方が多いと思うんですよ。そうですね。ということは、品田さんの方が、一歩も二歩も先に行ってるっていうふうに私には見えるんですけどね。だから結局、会社の商品を会社の教育のままに、会社の筋のお客さんに売るっていうのは、会社ありきで商売が成り立って、その一部を給料としてもらってるっていう、作業してるっていう段階だと、失礼ながらね、思うことができるんですよ。これは実際私がサラリーマンの時にそうだっていうふうに教わったんですよ。社員の皆さんは自分の考えで商品売ってるわけじゃなくて、会社の企画と会社の商品と会社の看板信用で、たまたま売れてるだけなんだから、
給料は稼いだんじゃなくてもらってるだけ、皆さんは仕事じゃなくて作業してるんですよっていうふうに言われたんですよね。あ、作業ね、はい、うん、仕事じゃなくて作業かって、確かにそうだな、はい、だから将来は会社がなくったって自分の商売ができるように素敵なサラリーマンになってくださいっていうふうに教わりましたね。はい。で、今はその意味がよくわかるのは、私は看板がないんですよ。誰からか借りてる看板が久保哲郎っていう名前があるだけでね、速稼塾っていう看板も自分で作ったわけですから。はい。でも今10年やってきて、10年生き残ってますっていうこととか、これで家族を養ってるっていうところが、はい、後から自信になってるんですよね。俺いけんじゃないかなみたいな。あ、それとね、ほとんど同じなんですよ。品田さんが自信はないけど商品出してみたら売れた、はい、そして売れた後に、はい、あ、確かに売れたなっていう風な実績から自信が徐々についてくるっていうね。はい。じゃあ仮に品田さん毎日毎日その商品がね、たまたまでもいいし奇跡でもいいんだけども、毎日商品が100個売れて1年経ったら、それとも自信ないです、はい、いや、嫌顔でもつくでしょうね。そうですよ。はい。うん、そういうことなんですよね。だから最初に自信があるとかないとかって、はい、実は結果にあまり関係ないってことがここでもね、見えるかなっていうふうに思っちゃうんですよね。これは私の考えじゃなくて、はい、私が師匠として教わった本当の億万長者がね、六本木ヒルズにもうね、はい、10年以上住んでいる土屋博さんがポロッと言ってたことだったんですよ。はい、ああ、はい。多分言った本人も覚えてないと思いますよ、こんなこと。あ、はい。いや、すごくその言葉に私は救われたなっていうかね、はい、だったら自信がないけどやってみるかっていうふうに思いました。いわゆる自信はないけど腹をくくったんですよ。あ、はい。で、100万円の商品売ったらどうかな、売れるかなって自信はないけど、100万円の商品ありますよってリリースしたら6人の人に売れたんですよ、はい、6人も売れたんですか。そうなんですよ、すごいですよ。会場に12人来てもらって、はい、3時間のセミナーをして、最後に100万の商品を紹介したら、6人の方が買ったんですよ。にわかに信じがたいですね。はい。その模様は動画にして公開してますんで、見つけにくいと思いますけども、どっかで見つかることになると思いますし、それからそのセミナーはね、リーガロイヤルホテルに集まってやったんで、非常に私としても印象的でした。ああ、はい。リーガロイヤルホテルって一流のホテルが広島の中心部にあるんですけども、これね、はい、セミナールームが1時間10万するんですよ。レンタルルーム代が。すごいでしょ？そんな高いんですか？だから3時間で30万のコストをかけて、600万のものを売ったんですよね。はい。さすがにその後自信つきましたよ。俺100万の商品売ってんじゃんみたいな。だから100万円の商品が売れるまでは私も自信がありませんでした。でも、はい、自分の壁を破るためにやってみっかっていうね、腹をくくったけど、はい、たまたま売れたんで自信がついた。でも売れなくても売ってみたっていう自信はついたと思いますね。売れなくても、はい、はい、うん、身の程知らずにも100万の商品作って売ってみた、売れなかったけども俺はやったぜみたいな、そういう自信はついたんじゃないかなと思いますね。あ、はい、はい、まあいろいろとお話しさせてもらいましたけども、はい、私の体験ばかりになってね申し訳ないんですけども、ちょっとねこの品田さんの方にもまあ、これからのね、兆しを呼び込むことができれば幸いでございます。はい。でも、商品売れてすごく良かったですね。それからもう一つね、品田さんが言われたところの中に、仲がいい人が買ってくれたって言葉があったでしょ。はい。うん。仲がいい人しか買ってくれないんですよ。あ、そうなんですか。仲が悪い人って、お金出して自分の商品買ってくれないでしょ。はい、まあ、そうですね、はい。それから、よくわかんない人がたまたま買ってくれたってこともあんまりないんですよ。あ、そうですか。商品を買ってくれる、はい、誰かが誰かにお金を払うってことは、例えば YouTube で商品を紹介している方としては、あれ、この人今まで知らなかったけどいきなり買ってくれたって思うけども、商品買ってくれた人って何ヶ月も前とかね、はい、何年も前からずっと見ていてくれた人なんですよ、はい、あ、そう、あ、そっか、はい。一つの品田さんに対しての例ですけども、はい、品田さん速稼塾に入るまでに1年とか2年とか3年とかっていう時間をかけてたと思うんですよ、私の動画に対して。はい。で、速稼塾の塾生さんで入塾する人もだいたい半年前とかね、3年前とか5年前から動画を見てる人が、速稼塾ってまだ入れるんですかっていうふうに申し込んでくれるんですよ。あ、はい。だから動画を見たその日に買うことってほとんどないです。
そう考えていくと、ちょっと仕組みがわかると思うんですけども、例えば、シナンさん YouTube されてますけども、YouTube をされて2ヶ月、3ヶ月、半年、1年、2年、3年経つでしょ。商品を買う潜在顧客がずっと増えてるんですよ。で、3年後くらいにシナンさんが50万とか100万円の商品を紹介するときに、もうその潜在顧客が30万だろうが50万だろうが100万円だろうが買う準備はできてるんですよ。でも残念ながら、ほとんどの人が YouTube 始めて1年以内に辞めたり、3年とか5年やってるんだけど、放送するだけで商品を全然出してないんですよ。売れるわけないじゃないですか、この人たちは。で、逆に他の YouTuber さんが先に商品出して、そっちの商品買っちゃいますよね。そうですね、ひどい時にはね、詐欺師がやってきて、ものすごくいいコピーライティングで商品を紹介して、そっちの方を買っちゃうんですよ、人は。だからね、インチキな商品を買わせないためにも、品田さんが先に誠実な商品を売って、そういう人たちを救っていってあげてほしい、私は。で、私も速稼塾として、速稼塾っていう商品とね、FX の FX オリガルっていう商品やりますけども、私はほとんどセールスかけないんですよ。速稼塾がありますよってセールスする動画なんてほとんどないし、FX オリガルヒですよっていうふうにね、セールスをかけるときっていうのもほとんどないんですよ。だから余計に何か稼ぎたいっていう人がせっかく私の動画を見てくれてるのに、私がセールスかけないもんだから、他のインチキ商品買う例があるんですよ。ですんでね、速稼塾の塾生さんには積極的に商品を売っていただいて、私がセールスかけない分、私のメディアを使ってね、この放送を通じて商品を売っていただければいいんじゃないかなと思ってます。はい。まあね、通常はね、私が放送して集めてるお客さんに私が商品を売った方がいいっていうふうな形になるんですけども、私は塾生さんのために自分のメディアを育ってますんで、シナンさんもね、商品がもしね、売れた実績もあるし、自信もちょっとついてきたなと思ったら、私の放送を利用してね、私がティーアップして、一緒に商品を紹介するって形も全然ありですから、ぜひその辺もね、考えていただければと思います。わかりました。はい。それではね、時間もだいぶ来てますけども、シナンさんがなんかこの話題について話していきたいみたいなものがありましたら、一つお題をいただければと思いますけど、何かございます？ですね、これ、生活保護の、生活保護を実際に受けた人じゃないと、わからないことなんですが、生活保護受給中にですね、いろんな形で、まあ、ビジネスなり、普通に働きに行って、収入を得てもですね、よくて2万3千しかもらえません。20万稼ごうが30万稼ごうが生活保護中に。よくて2万3千円です。で、最悪のケースは、まあ、8000円しかもらえないとか。で、実は私、今回、トータルで、この1ヶ月で、まあ、2万5、6000円ですかね。あ、2万8000円か。売り上げたんですけど、ほとんど役所に没収されました。これは正直にですね、自分が稼いだ金を役所に、収入申告したためで、役所にバレない形で稼いだ方は、そのまま懐に入れられますけれども、私のように、公に生活保護 YouTuber ということで、で、私は実名をさらし、顔をさらし、日常生活ありとあらゆるものを、YouTuber として発信してますので、実は私の住所、もう特定されました、ある視聴者さんに。そこまで私は隠し事なくやってまして、そのために、タマホームに、まあ、隠れていって、クオカードをもらっても、いずれバレるんで、正直に収入申告したら没収です。なので、そこが辛いですね。生活保護を受けながら稼ぐっていうのは。
なるほどね。はい。よくわかります。成果総合で、先ほど紹介したように、別の収入を上げてる方も、多分同じように思ってるんだろうなと思いながら、ちょっとね、稼ぐ方法、それでも、そういった方たちにお伝えしてきました。で、これは、一つには、実際に稼いでらっしゃる方、生活保護を受けていながら稼いでらっしゃる方が、どこにポイントを置くかなんですけども、最終的にね、募集されるにしても、稼いだっていう事実は変わらないわけですよ。で、稼いだ金額が増えると、今度は生活保護を、もう、自分でね、お断りしても、それ以上の収入が上がるようなところまで来るんですよね。特に、億万長者とは言わなくても、月収20万、30万をね、少なくとも目指してるんだったら、その時点でもう生活保護いらなくなってると思うんですよ。ただ、2万、3万、5万っていうお金を必死こいて稼いでも取られちゃう、そのね、ものすごくやるせなさっていうか脱力感は、みんな共通してあります。で、これは、先ほど、生活保護を受けてる方じゃないとわからない気持ちっていうふうにね、表現されたのかもしれませんけども、今度はね、サラリーマンの気持ちを考えてみてほしいんですけども、サラリーマンは働いて稼いだ金額の半分持ってかれてるんですよ。所得税ですか。その他、保険料とかね。保険料、とにかくサラリーマンが、生活保護の方が想像もしないぐらい持ってかれてます。確かに、で、なんで私たちが法人を立てるかっていうと、法人は、経費ってものが使えるんで、税制的に有利なんですよ。ですんで、稼ぎが増えていったら、法人化っていうのをね、後々考えていけば、もうお釣りが来るぐらい、例えば生活保護の時に、ああ、2万、3万稼いだの取られちゃったよっていうのが、もう全然気にならないぐらい、お金がどんどん溜まっていきます。そうですか、で、もう最初はいろんな初動でね、先ほどみたいな制度の狭間に陥って苦しいなと思うことがあるかもしれませんけども、そこで終わりじゃないですから、そして没収されるにしても、実際に稼いだっていう事実と稼いだ力がついたっていうのは変わらないわけなんですよ。で、これはね、以前生活保護で稼いでらっしゃる方も、それをちょっと心配されていたんで、同じようにお話したんですけども、確かに自分で商品を作った事実も変わらないし、自分で売り上げを作った事実も変わらない。そう考えていくと、これを積み上げていくとね、結局自分の売り上げが上がっていって、こっちの方から生活保護もいりませんよっていうタイミングが来るなっていうふうに考えたらしいんですよね。だからやっていけたっていうふうに言われておりました。これ共通して皆さん言われておりました。で、もう一つ。稼いだ分だけ役所に持ってかれるから、久保さん、この収入ってなんとかごまかすことできないんでしょうかっていう相談もあります。そう考えますよ。ごまかす方法はあります、全然。それをで公しょうね。に堂々と使うこともできます。例えば、一番ポピュラーなのは、現金で受け取らなければいいんですよね。何か、こう、稼ぎました。対価を込めてくださいとかね。なんかその、何らかのポイントでくださいとかね。もしくは自分が事業体を作って、そこにストックしておいて、自分の所得がないっていう形にしておくとか、もっと言ったら他人名義にどん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 ね、お金を放り込んで、その人から迂回して受け取るっていう方法あるんですよ。なるほど、それがね、されてる本人が、こう、じくじたる思いとかね、負のパワーを積み込んじゃうと、稼ぎに限界が来るんですよ。いわゆる後ろめたい状態だからなんですよ。でしょうね、グレーは黒じゃねえよっていうふうに割り切れる人はそれを使っていきます。でも私はどちらかというとグレーは白じゃないって考える方なんですよ。まあだからね、私の稼ぎはちょっと人よりも遅いのかもしれませんけども、できれば考えられる限り自分に正直な形で稼いでいきたいなと思いながらここまで来てるんで、私もね、ずるい方法をお伝えすることはできますけども、できれば使ってほしくないなって思いはありますね。だから、シナさんのそのお気持ちっていうのは非常に私に近いなと思ってね。そういう意味でも共感もしますし、シナさんに絶対にね、成功してほしいなと思います。まあ、すっきりとした答えにはなりませんけども、今、稼いでも結局、
役所に取られちゃうっていうね、悔しい思いをされて、はい、脱力感もあると思いますけども、はい、でも稼いだ事実は変わらない。今までやらなかったこと、はい、できなかったことをできるようになった、やってきたことっていうのは変わらないと思うんで、そこに意識をね、重きを置いていくしかないんじゃないかなと思いますね。はい、先ほどお話しましたけども、はい、品川さんの方が一歩も二歩も先に出てるところが私は多いと思います。はい。うつ病でもないし、まあ、いわゆるね、五体満足で元気に働けて、職場も持っているし、仕事のキャリア20年、30年続けているのに、自分の商品作ったことがない、自分の集客したことがない、自分の商品売ったことがないっていう人が多い中で、品川さんは先にもう商品売ってますからね。はい。品川さんに、きっとね、応援したいっていう方が、お金を払ってでも応援したいっていう方が出てきたってことだと思いますしね。うん、すごく高い評価をしてもいいんじゃないかなと思いますし、はい、自信をね、持てることだと思います。素晴らしいことだと思いますよ。うん、はい。まあでも本当、半年前ちょっと想像してみて、自分が商品作って、その商品誰かが買うなんて、半年前だったら自分自身信じられなかったんじゃないかなと思いますけど、どうでしょう。夢にも持ってなかったですね。はい。はい。私も同じ気持ちですけどね。自分のセミナーに 19,800円払って来る人いんのかなと思いましたからね。最初の総会のセミナーやった時に。はい。集客方法は、Facebook に自己アフィリエイトの、はい、スピード速報を貼り付けただけですからね、3日間連続で。うん。そういうことを思い出しました。あんな貧弱な集客方法で来てくれるもんだなと思いましたね。しかも、私としてはそんなにね、親しくしてた人がセミナーにお金払って来てくれたってわけじゃなかったんですよ。でも、はい、あ、こんな人でも俺にお金払ってくれたんだ、絶対に損させないぞっていう気持ちで、一生懸命セミナーやりましたね。はい、で、サポートを無限に受けるつもりでやっていきましたね。はい。いろんな面で、なんかこう、品田さんと、まあ、私自身が重なるところがありますので、これからもますます応援していきたいと思います。はい、ありがとうございます。小野田さんも来てくれてますからね、こっそりと。小野田さん、なんか名前ありますよ。ありがとうございます。ありがたいですね。ありがとうございます。私の方からもちょっとありがとうと言いたいですね。で、今ね、なんかチャットが入ってるみたいなんで読まさせてもらいます。はい。お疲れ様でございます。今日タマホーム行きましたよ。こちらは Amazon ギフト券もらいました。タマホームの家欲しいですね。耐久技術がすごいです。追い出されるかと思っていたら、土日の展示会で天岐阜5,000円もらえるから来ないかと逆におさらい、お誘い受けました。これで25,000円ゲット。お、そんなこともあるんですね。私も3人、プラス、ひろしさんもいるので、絶対なる自信があります。おお、そうそう。ねえ、もうみんなね、この放送を見てる方はみんな金持ちになるスタートラインに立ってますよ。はい。ねえ、会社の、看板で販売しているその通りだと思います。そうそう、はい、これはね、会社員の方を別にバカにしてるわけじゃないんですけども、私がそのようにね、会社員時代教育受けたんですよ。会社のおかげであんたたち給料もらえてるんだよって、はい、当時は反発しましたけども、今思います、本当その通りだなと。品川さん、コンサルありがとうございました。ああ、来てますね。塾長から私を叱責されてる感が大きいです。はい、恐縮でございます。ということで、はい、ね、コメントもくださいましたよ。はい、ありがたいです。ありがたいですね。はい。はい、じゃあまあ、ぼちぼち仕事、じゃない、時間も来ましたんでね、今日のライブ放送、まとめていかないといけないと思いますけども、はい、改めてなんですけども、品川さん、まだまだね、はい、言いたいことあると思うんですけども、視聴者さんに、はい、まあ、感謝のメッセージをね、ちょっと一言申し上げて、締めていただきたいんですけども、いかがでしょうか。あ、ちょっとあれ、政治の話でき、ちょっと時間いっぱいですね、できないですね、今回。そうですか。まあ、ありがとうございますだけでもいいと思いますよ。いや、本当になんか私なんかの 対談に来ていただいてありがとうございます。なんか私みたいなつまらない人間でも何か覚悟を持って一歩踏み出せば、あ、奇跡が起こるってことを信じていただきたいと思いますね。はい。あ、いいですね。すごくいいご挨拶じゃないですか。もうね、はい、最初は奇跡が起きたって感覚なんですけども、奇跡も何度も起きてると、はい、だんだんね、
いつも起きることになっちゃうんですよね。そうなると、はい、別のレベルの奇跡を求めるようになって、それが進歩、発展になるのかなと思います。はい。で、肝心なことなんですけども、品田さん。はい。もうね、はい、今日はね、品田さんのファンが集まってくださいました。そして、今、YouTube をご覧になっていると思います。ぜひね、連絡先ですとか、はい、品田さんのされている YouTube チャンネルの紹介、そして、もしね、プレゼントみたいなのがあるようでしたら、その辺を紹介していただいて、今日の放送全部を終わっていこうと思います。よろしくお願いします。はい。あ、すいません。今日、最後、政治の話をして、許可いただければっていう、ちょっと前提でですね、うん、なんかプレゼントのこととか全部、私の YouTube チャンネルの、なんか、文書投稿に全部書いちゃったんですけども、うんうん、それを見ていただくっていう、これ。お、いいですね、これね。私の YouTube チャンネルの名前なんですけど、生活保護受給者から億万長者へっていう、このチャンネルに飛んでいただいて、はい、すると今トップページにですね、今回、ズーム対談に参加いただいた視聴者さん限定です、うん、限定でですね、はい、いろいろなプレゼント、私が最近、今回作った動画の、うん、動画コンテンツの1本を無料プレゼントと、はい、あと、今回、ズーム対談に、参加していただいた人限定で、はい、私と直接 LINE でですね、通話させていただいて、はい、何でも質問に答えます。お、そのプレゼントをですね、うん、私の Gmail アドレスか、うん、私の X のアカウント、私の品田直彦って実名でアカウント取ってますんで、うんうん、そちらの D、ダイレクトメールまで、ちょっとズーム対談見たっていうことを、うん、メールに書いていただいて送っていただければ、うん、動画の1本無料プレゼントと、はい、あと私と LINE 通話個人的にですね、はい、LINE 通話 を受けさせていただきます、うん、詳しくは YouTube 私の YouTube チャンネルのトップページ、うん、見ていただくと分かります。はい、よろしいでしょうか、これで。素晴らしいと思います。はい、すごい。十分だと思います。ありがとうございます。はい。はい、で、品田さん、これで、はい、今日の放送全部終わりなんですけども、はい、品田さんにご無理がなかったらね、はい、プラス5分ほど政治の話をして終わっていこうと思うんですけども、まだできそうですか、はい、そうです。5分で十分です。はい。いいですか。はい。ぜひ、久保先生にはですね、はい、一刻も早く国会議員選挙に立候補していただきたいんですが、はい、そのお気持ちは今あるでしょうか。あります。その長期目標と短期目標を教えてください。はい。私はね、チャンネル登録、はい、YouTube、少なくとも10万人にならなければ、選挙に出ても当然しないと思ってます。あ、そうですか。はい。で、10万人になるぐらいの、力を私が発揮できなければ、国会に行ったとしても何もできないと思います。はい。ですんで、そういう時は、私の短期目標になりますけども、はい、力がある方の応援をすることに、この YouTube チャンネルを使っていくっていうふうにやっていこうかなっていうのと、あとは、毎月3万5万の収入プラスを、なるべく多くの人を作るために、同じようにこの YouTube チャンネルを使っていこうかなって、この2つですね。はい。どちらにしても、私は自分の人生をビジネスで変えることができましたけども、でも、大げさに言うと、この国で困ってる方の人生を何とかするってところには力不足を感じてますんで、そのための力、国会議員としての力が欲しいなと思ってます。ただし、国会議員じゃなくても、市議会議員でも、県会議員でもできることはあると思います。あ、そうですか。ですんで、もしね、国会議員の道が遠いなと思ったら、はい、何とかの形で、
誰かに働きかけるような立場には絶対になりたいなと思いますね。以前は会社経営をすることによって社員に対してその力を使っていったんですけども、残念ながら会社を抱えていく度量が私にはなかったんで、その道はね、諦めざるを得なかったということになりますけども、次にトライをするとしたら、会社を経営して社長として社員を豊かにするんじゃなくて、一個人として別の個人をなんとかね支えていけないかなと思ってます。まあ、それに、YouTube ってものが一つの重要な指標になってますので、繰り返しますけども、YouTube チャンネル10万人になったら確実に私は、ある政党から出ることになります。10万人近くでもいいです。8万人とか9万人とかでも。あ、そうですか。はい。で、そのために画策をこれからもしていきますし、はい、まあ、そうですね、長期目標ってことも言われたんで、もう一つ長期目標ではっきりしたのは、はい、50代のうちに私は何らかの形でそういった権力を使える立場に行ってですね、はい、悔しい思いをしている方のための施策を広げていきたいなと思いますね。ああ、そうですか。はい。60過ぎたら私はもう政治家としてっていうよりもうね、誰かに何かをする年齢じゃなくなってると思います。もう自分の旬がもうギリギリ限界、60を過ぎたらもう古い感覚になってると思いますので、その時はもう諦めないといけないかな。だから50代ってものをいろんな意味でね、はい、さらなる挑戦を続けておこうかと思います。はい。こんなとこです。ちょっと、噂に聞いたらですね、はい、久保さんはもう国会議員の立候補を諦めてんじゃないかって噂が耳に入ったんで、はい、こうやって公の場で堂々とまだ狙ってるってお話を聞けてよかったです。いや、なりたいですよ。はい、はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。はい、まだ全然やる気はありますからね。ただ私にやる気にこう応じた力がやっぱりないってことも同時に感じてますんで、これは謙遜してるわけではなくて、やる以上はやっぱりこう人目に留まる力っていうのがなければ信用はされないと思うんでね。で、私自身も家族や家庭を脇に置いてやることになりますんで、それね、変えていかなくちゃいけません。家族も納得させないといけないんで、はい、そうですよね。今の状態ならあんまり喜んでもらえないかなと思いますんでね。ああ。力貸してください。いや、もう、できる限り、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いい質問いただけて、もうさらに感謝でございます。なんか、久保総理に一票しますって書いてますけど、総理はどうですかね。素敵ですか。ありがとうございます。ね。本当に皆さんありがとうございます。本当に皆さんのおかげでビジネスも政治活動もできると思いますので、これからもね、一人の人の声を忘れずにやっていきたいと思いますし、悔しくってなかなか浮かび上がれない人にもこれまで以上に目を向けていきたいと思いますね。今日は品田さんとこうやって対談できて、本当に私としてもいろいろとね、考えを改めることがたくさん見つかりました。カラオケで応援します。だって誰だろうよ。応援してください。はい、頑張りますよ。はい、品田さん、じゃあこれで今日は終了にしましょうか。はい、はい、じゃあまた別の機会にまたこういう場を設けさせていただければと思いますんで、その時は、ありがとうございます。で、視聴されてる皆さんもね、本当今日はちょっと長めの対談になりましたけども、お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回こういった場所でお会いできればと思います。そして明日の朝5時半からまたね、隠居 TV はライブ放送しますんで、ご一緒させていただければと思います。品田さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。おやすみなさい。失礼します。ありがとうございました。相川さんね。相川さん、はい。